皆さんこんにちは。横浜にある栄シャローム福音教会の小山英二です。今日は9月16日、聖書箇所はエゼキエル書3章16節から27節、世が聞きたがらなくても伝えなければなりません。エゼキエル書3章16節から27節、7日目の終わりになって私に次のような主の言葉があった。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよう。私が悪者に、あなたは必ず死ぬというとき、もしあなたが彼に警告を与えず、悪者に悪の道から離れて生き延びるように語って警告しないなら、その悪者は自分の不義のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。もしあなたが悪者に警告を与えても、彼がその悪を悔い改めず、その悪の道から立ち返らないなら、彼は自分の不義のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。もし正しい人がその正しい行いをやめて不正を行うなら、私は彼の前につまずきを置く。彼は死ななければならない。それはあなたが彼に警告を与えなかったので、彼は自分の罪のために死に、彼が行った正しい行いも覚えられないのである。私は彼の血の責任をあなたに問う。しかしもしあなたが正しい人に罪を犯さないように警告を与えて、彼が罪を犯さないようになれば、彼は警告を受けたのであるから、彼は生きながらえ、あなたも自分の命を救うことになる。そのところで主の御手が私の上にあった。主は私に仰せられた。さあ谷間に出て行け。そこで私はあなたに語ろう。私はすぐ谷間に出て行った。するとそこに主の栄光が、かつて私がケバル川のほとりで見た栄光のように現れた。それで私はひれ伏した。しかし霊が私のうちに入り、私を立ち上がらせた。主は私に語りかけて仰せられた。言って、あなたの家に閉じこもっていよう。人の子よ、今あなたに縄がかけられ、あなたはそれで縛られて、彼らのところに出て行けなくなる。私があなたの舌を上あごにつかせるので、あなたは話せなくなり、彼らを責めることができなくなる。彼らが反逆の家だからだ。しかし私はあなたと語るとき、あなたの口を開く。あなたは彼らに、神である主はこう仰せられると言え。聞く者には聞かせ、聞かない者には聞かせるな。彼らが反逆の家だからだ。神様はエゼキエルに彼を見張り人にしたと言いました。見張り人の役割は、町の城壁の上の見張り所に立って、いつも周囲に注意を払い、敵が来たら住民に知らせるということであります。ですからエゼキエルの役割は、何が来るかを人々に知らせることでありました。彼らが今どういう時に生きているかを意識させることでありました。
もし人々が聞く耳を持たず自分の罪のために死んだのであるならば、エゼキエルの失敗ではありません。しかしもし警告を与えなかったならば、彼らの血の責任をエゼキエルに問うと言いました。興味深いことに、使徒の働き20章で使徒パウロがこのようなことを言っております。だから今日この日にあなた方に断言しておく、私はすべての人の血について何ら責任がない。神の御旨を皆余すところなくあなた方に伝えておいたからである。使徒パウロは神の御言葉全体を伝えたから自分には血の責任はないと言いました。ですから私は、教会というのは聖書の御言葉全体、創世記から黙示録まで伝える責任があると考えております。私たちの教会では創世記から黙示録まで一日一章読むことをお勧めし、そしてデイリーデボーションとしてメールでも配信しております。聖書は一日一章を読みますと約4年間で通読することができます。今教会では4回目の一日一章に挑戦しております。 NT ライトという聖書学者がこのようなことを言っております。神は確かに聖書を通して語られる。聖書を通して教会に対して語り、さらに神の助けにより教会を通して世界に語られる。この両面が大切である。私たちは聖書の御言葉全体を読むことを通して神の語りかけを聞き、神の助けによって世界に発信していく責任があります。22節以下にこのように記されております。そのところで主の御手が私の上にあった。主は私に仰せられた。さあ谷間に出て行け。そこで私はあなたに語ろう。私はすぐ谷間に出て行った。するとそこに主の栄光が、かつて私がケバル川のほとりで見た栄光のように現れた。それで私はひれ伏した。そのところとは15節でエゼキエルがいたテルアビブの捕囚の民のところであったと考えられます。エゼキエルが7日間彼らのただ中で呆然として座っていたというところであります。神様はそのところでエゼキエルの上に臨んで谷間に行くように命じたというわけであります。エゼキエルは7日間人々がどれほど神から離れてしまっているかということを肌で感じていたと思います。神様はその場所からエゼキエルを離れさせて個人的に語ったということであります。昭和14年に刊行されたものでありますが、私がいつも心に留めている渡辺善太先生のこんな文章があります。今日の都会教会の牧師にとって一つの災いは、あまりに多方面からの刺激があり興味的引力があるということではないだろうか。そして知らず知らずそれらに引き込まれて前述の意味における密室の霊光が欠けるということではあるまいか。他の人々もそうであろうが、私は説教を聞くと、まずその説教の内容とか組み立てとかいうより、その説教者からあふれ出る霊力の遺憾ということにすぐに注意させられる。よく人の説教を聞いて内容もよく組み立ても立派であってもちっとも響かない、触れないということがある。もちろん時と場合にもよるが、こういう場合に痛切に感じることはその説教者の密室生活の欠如ということである。今日までは講談より街頭へと叫ばれてきたが、今日はこれを逆にして街頭より密室へと叫ばなければならない時であるように思う。インストラクションよりインスピレーションを私は願う。エゼキエルが7日間人々のただ中にとどまったように、それぞれが置かれた現実を意識するということはとても大事なことだと思います。しかし同時に、エゼキエルが谷間に行って神の御言葉をいただいたように、密室の時間、
QT の時間が必要なわけです。エゼキエルは谷まで主の栄光を見ました。その時エゼキエルはひれ伏したとあります。エゼキエルが用いられた理由は神の前にひれ伏すという姿勢を持っていたからかもしれません。すると24節、しかし霊が私の内に入り私を立ち上がらせた。私たちは立ち上がるためにまずひれ伏す必要があります。神の栄光の前にただひれ伏す者は聖霊によって立ち上がらさせていただくことができるんです。聖書は言います。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。いかがでしょうか。まず神の前にひれ伏しているでしょうか。神様が見張り人となって警告を与えるように使命を与えたエゼキエルに命じた内容は不可解なものでありました。自分の家の中に閉じこもりなさい。人々はエゼキエルを縛って家から出られなくするだろう。エゼキエルは口が聞けなくなって彼らがどんなに間違っていることをしているかと言えなくなるだろう。しかし時が来たらエゼキエルの口を開くから神である主はこう仰せられると言いなさい。彼らは聞くこともできるし聞かないこともできる。つまりしばらくの間エゼキエルが発するメッセージは言葉としては発せられない沈黙のメッセージとなると言ったわけです。もちろん語ることも大切なことでありますが主の時まで黙って福音に生きるということも大切なことであると思います。私たちの教会のある姉妹はご主人に伝道したときにこのように言われたそうです。私はあなたの生き方を見て判断させていただきます。数年後ご主人が誕生日プレゼントに何が欲しいかと尋ねました。姉妹は答えました。一緒に教会に来てほしい。それでご主人も一緒に教会に来られるようになりました。数年後ご主人が末期がんであるということが分かりました。いろいろとしがらみがあるお方でありましたが私がイエス・キリストを信じて水のバプテスマを受けることをお勧めしますと奥様を呼んできてほしいと言いました。そして奥様に奥様の姿を見てきて私も信じて水のバプテスマを受けることにしましたと伝えました。確かに言葉で発せられなくても奥様の生き方を通して神様は語られていたんです。祈ります。愛する天のお父様、あなたの御言葉を感謝します。どうかあなたの御言葉に生きることを通してあなたの御言葉を伝えていく責任を果たすことができますように。そのためにも主よ、あなたとの時間 QT の時間を大切にすることができますように。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。